はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、僕でございます。ということで今回は阪神の三鍵駅にやってまいりました。こちらものすごいカーブ状にあるということで有名ですね。そしてこちらには現在使われておりませんが臨時ホームかな、なんかよくわかんないけど昔のホームが残っているんですね。そして今回は直通特急の動画を見てくれた人ならわかるかもしれませんが、ここからとある名列車が出ているんですね。今回そちらの方に乗っていきたいと思います。目と目が合う瞬間好きだと気づいた。さあということでやってまいりました。こちら見た目はもう直通特急とほぼ一緒ですけども、こちら区間特急ということで三鍵始発で朝に何本か走ってるんですよね。はいということで始発駅ということもあって乗車率はこんな感じ、まあ、ほぼ乗ってないですね。その後各駅電車と待ち合わせをしたらこんな感じになりましたね、まあ、結構乗ってきたという感じですけど、まあ少なめかなという感じですね。さあということで発車です。区間特急大阪梅田駅、こちら4号車は阪神で唯一女性専用車があるんですね、まあ、外からでも分かるように窓にこのような吊りかけ看板みたいなものがされているんですね。こちらの区間特急次の停車駅は魚崎ですけども、そこから先日中はないような停車パターンなんですよね。毎回六甲ライナーが被らないことでおなじみ魚崎です。ここまでは普通なんですよね。住吉を一つ通過する優等種別はもうあるあるですね、まあ、もう住吉が4両しか対応してないというのもありますけども。さあ魚崎を発車して次の駅青木と書いて扇です。ここからが面白いんですよね、区間特急の見どころ。こちら扇駅通過すると思いきやなんと太平線の方に入るんですね。日中太平線に入るような列車はありません、まあ、回送はありますけども、まあ、それは営業列車ではないので営業列車では珍しいと思いますね。そしてこちらなぜ太平線に入ったかと言いますと、とある列車の退避を行うんですね。さあということで号を立てながら何か通過していきましたけども、こちらは快速急行です。なんと区間特急よりも下そうな種別ですけども、急行が特急を追い抜かしていくという異様な光景ですね。さらにもう一本、こちらは直通特急です。特急が特急を追い抜かしていくというわけわからないことが起こっておりますけども、こちらは前回直通特急に乗った時に見たのでそれと真逆の光景ですね。退避が終わりますと列車は発車です。ここから先も日中は見られないような停車駅なんですよね。さあということで次の駅深谷も停車するんですよね。今まで魚崎から各駅に停まっております。次は芦屋ですけども、快速急行は通過しますけど、この区間特急はどうなんでしょうか。はいということで芦屋ですけども、まあ当たり前のように停車いたします。まあ通過するわけがないですね、ラッシュ時間帯なので、まあ止まって当然でしょう。快速急行も朝ラッシュだけは止まりますからね。さあということで次の駅内出ですけども、なんかこちらも停車するんですよね。もうここまでずっと各駅止まっておりますけども、どこまで各駅停車が続くんでしょうか。春は桜が綺麗な高路園です。なんとこちらも停車するんですね。次は西宮です。まあ次もおそらく停車するだろうというところなんですけども、もうずっと各駅停車ですね。高路園から乗務員さんがもう一人乗られてこられましたので、こちらの見にくい画面ですけどもご了承ください。そして西宮なんですけども、今警笛になりましたね、警笛になりましたけども、なんか危ない人がいたのかなと思いますけど、なんとこちら西宮通過していくんですね。いやーすごいな、これは千鳥停車だな。さっきまで各駅停車だったんですけども、嘘のように特急停車駅の西宮は通過していくんですね。さあ次の今津ですけども、こちらは停車するんですね。もうさっぱり停車パターンが読めません。次の草川は通過いたしまして、次の停車駅甲子園です。甲子園球場の最寄り駅ですね。大阪方面の直通特急は通過していきますけども、区間特急は停車なんですね。もうここまで来るともう急行系かなと思いまして、もう次の停車駅は武庫川かなという安易に予想がつくんですけども、はい武庫川通過していきます。通過なんですね。いやもうてっきり武庫川停車するもんかと思ってましたから通過するんですね。ちなみに甲子園からは区間急行というまた別の種別も走ってるんですよね。それの兼ね合いでこちら通過するんですかね。さあということで次の停車駅天ヶ崎です。もう甲子園天ヶ崎とここでやっと特急の本領を発揮するんですね。区間特急の特急の部分ですね。区間特急は区間的に特急として走りますけど、基本は各駅停車ですよって意味だったんですね。いや非常に面白い種別です。甲子園から先ずっと特急として走ってましたから、こちら野田通過するのかなと思いきや、なんと野田停車するんですね。いやここでまた急行に戻るんだな。いや次は福島そして大阪梅田ですけども、まあおそらく福島区間急行が止まって、こちらの区間特急は止まらないものと思います。まあ止まってしまったら特急と名乗ったらダメですよこれは。そしてこちらには3路線が乗り入れているんですけど、それぞれ全て違う駅名なんですね。いや乗り換えが不便すぎますよ。
千日前線は次の玉川駅も JR 野田駅と近いですから、2駅連続野田と乗り換えできるんですね。すごいな。そしてあちらの方には大阪環状線が見えておりますけども、こちらはるかですね、まあ、あちらは梅田貨物線、地下の大阪駅の方に入っていく列車ですので、まあ、大阪環状線とはまた違う線路を走っているんですけども、そしてあちらの大阪環状線の高架をくぐりますと、まもなく地下に入ります。阪神は神戸側のターミナル、三宮元町も地下ですから、両方のターミナルが地下にあるんですね。そして福島はやっぱ通過でしたね。いや、よかったよかった。いや、もうこれ通過しなかったら特急じゃないですよ。さあ、ということで終点の大阪梅田です。この列車ここから折り返さずに回送となって尼崎の方に行きますから、ホームが片側だけの1番線に入線するんですね。はい、ということで終点の大阪梅田に到着いたしました。そして区間特急は回送になりますのでね、この1番線に止まっても特に乗降には問題がないんですね。はい、こちら大阪梅田、このように人がたくさんいらっしゃいますから、基本はその両方にホームがある方に止まるんですけども、こちら折り返しませんのでね、ここに止まっても、まあ、特にいらっしゃっても影響はないわけですね。それでは今回は自動停車の区間特急の結果ということでやってまいりました。それでは本日の動画はここまでということになります。ご視聴ありがとうございました。